今日は、深海の神秘的な生物、シャチの狩猟術に焦点を当て、その驚異的な方法に迫ります。シャチが、狩りの前に行う、獲物の観察行動について見ていきましょう。これが、シャチの狩猟成功の、鍵を握っています。どのような獲物を選び、その選定基準は、一体何なのでしょうか。ディープシーとは、海の底深くに広がる未知の領域。シャチは、ここで狩りを行っています。まず、ディープシーの生態について、少し触れてみましょう。深い海の中には、様々な生物が暮らしており、シャチは、この中で自分に適した獲物を見つけるのです。シャチが、狩りの前に行う観察行動は、非常に重要です。なぜなら、シャチは無駄なエネルギーを使わず、成功率を高めるために、獲物を慎重に選ぶのです。例えば、シャチは、獲物の動きや特徴を注意深く観察し、獲物が持つ特定の特徴や弱点を見極めることができるんです。シャチは、水中での移動に非常に優れています。その秘密は、しなやかで筋肉質な体と、特殊なビレの形状にあります。この体の特性により、シャチは、水中で高速かつ機動的に移動できるんです。シャチが獲物に接近し、狩りを成功させるための秘訣です。シャチは獲物を捕らえる際、独自の頭脳戦略を駆使します。狩りの成功率を向上させるために、シャチは様々な秘策を駆使しています。シャチは獲物の行動パターンを熟知しています。これによって獲物が逃れる余地を最小限にし、狩猟成功率を向上させるんですね。シャチは孤独なハンターだけでなく、仲間と協力して狩りを行うこともあります。例えば、鳴き声や仲間とのコミュニケーションを使って獲物を欺くことがあります。これによって獲物が油断している隙にシャチは襲いかかります。驚くべきことに、シャチたちは獲物を捕らえるために協力プレイを行うこともあります。チームワークを生かして、獲物を包囲するような戦術を用いて、逃げ場を与えず仕留めることがあります。仲間との連携により、より大きな獲物を仕留めたり、効率的に狩りを進めたりすることができるのです。シャチの狩猟術に関する興奮の旅を一緒に進めてきました。シャチの狩猟術は、まさに自然の脅威であり、シャチがどのようにして獲物を仕留めているのかを垣間見ることができましたね。もし今回の動画が皆さんの興味を引き、何か新しい知識や視点を提供できたなら嬉しいです。これからも様々なテーマでお届けしていきます。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。